Com certeza, eu treinei para vencer e vou dar o máximo, mais do que o máximo, para vencer. Estou aqui para dar o sangue, a honra, quero vencer de qualquer maneira. Я его, в принципе, не знаю, как спортсмена. То есть, слышали, мне рассказывали Андрей Зуев, Андрей Коплов и Волхан, Миша Илюхин. То есть, по их описанию, я знаю этого бойца. Рикардо Арона, бразильян джиу-джитсу хэви-кью 3連覇。リングスマットは負けがありません。戦うブラジルタコ男、負けないファイトはこのトーナメント向きであります。リングスロシアエメリア・エンコ・ヒョードルです。後楽園大会には出場していますが、この大きな大会は初めてです。グローブの練習をしていると聞きます。柔道そしてサンボの重さ、ただしこの KOK スタイルは相当厳しいはずです。第5試合トーナメント B ブロック1回戦、5分2ラウンド一本勝負を行います。青コーナー180センチ、91キログラム、ヒカルド・アローナ。赤コーナー182センチ、106キログラム、リングスロシアエメリア・エンコ・ヒョードル。さあ、この試合なんですが、ヒョードルというのは後楽園大会に、ね、はい、確か出てるんですよね。そうですね、前回はですね、パンチのラッシュであっという間に沈めて、相手を沈めてしまったんで、はいはい、柔道3本の実力が見えなかったんで、今日グラウンドになった時がちょっと楽しみですよね。いいナチュラル系のしっかりとした体を作っています。タッグに行った、アローナの方から行った、あれが持ち味ですね。そうですね、スピードあります、はい。首、さあ、おお、結局タックル、首取られてますね。下からヒョードル、上になっているアローナは、リングスマットではコピロフとジェレミー・ホーンに判定勝ちを収めています。アローナ、熊本さん、なかなか強い選手ですよね、はい、アローナ、上になります。アローナはですね、もうブラジルのトップチームが本当21世紀の方ですね、はい、最強に一緒にやってる選手。おお、やってる、首やってる、首やってる、首開いてるぞ、顔色が変わってきた。アローナちょっと苦しいぞ、苦しいぞ、厳正な顔でヒョードルが締めていきます。96年柔道ロシア選手権優勝、97年サンボロシア選手権優勝、並びにヨーロッパ選手権を制した。下になってるヒョードルが首を取っています。おお、ちょっと外れた、外れた、外れた、よく今ギブアップしなかったですね、逆に素早く後ろバックを取っています。そしてちょっとこれはバッドポジション、いやいや、まだ絡みついたら離さないというそのアローナ、ネチ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 と言っています。アローナに関してはですね、ブラジルのトップチームが本当に21世紀に向けてもう最も自信を持っている選手なんですよね。まあ、今セコンドにもついてますけど、ブラジルのトップチーム のリーダー格であるマリオ・スペイキ、この人はですね、もう本当この選手は強くなると、ブラジルで一番強くなると言ってますからね。そんな太鼓判ですか、はい。後ろ離れませんね、離れません。一旦噛みついたら、フェイスか、フェイス、フェイスに腕がかかっています。このまま決めていきます。スリーパーだった、スリーパーだった、はい、ブラジル柔術ヘビー級3連覇。いや、本当ね、鳥ぶちのように離れない。おっと、上になった、上になった、今度は上になった、野獣系ですよね、本当にそうですね。ヒカルド・アラオナ、噛みついたらもう絶対離すかというような感じが、はい、漂っています。オピロフとですね、今もうぐんぐん伸びてきているジェレミー・ホーンに勝ったわけですからね、これは大したもんです。ヒョードルはちょっと今自分の先ほど決め損なったのがちょっと致命傷になるかもしれませんが、そんな勢いで攻め込まれています。田村さん、どうですか、今のところの感想としては。そうですね、アローナの方はやっぱりポジション取りがすごい上手いですね、はい、両手、腕を組み合わせて胸に持っていきました、はい。まあ、このポジション取ってからの決め手がちょっと見ものですね。そうですね、はい、21世紀のこのヒカルド・アローナ、ブラジルの一押し選手。おー、トトロ腕を取りました。アローナは今でも強いですし、その素質もピカイチなんですけども、スパニオスピーヒーに言わせるとですね、まだノゲイラほどこのルールに適応してないと言ってましたね。このルールでじゃあノゲイラが今現在はいいと。そうです、はい、体格もね確かにいいですからね、ノゲイラはね。
自分の名前を右肩に入れています。ヒカルド・アローナ、まだ22歳、まさにこれから21世紀に向かって、伸びていこうという選手でありましょう。この試合が20世紀最後の大会ということになります。リングス決勝トーナメントはもうすでに、来世紀ということになります。これで腕の、争いになっていますけれども、しっかりと自分のポジションはまるでロデオのように体勢を崩しました。しかしここで変わりました、入れ替わりました。さあヒョードルが立ち上がって引きずり込みます。足かせていくんですかね。ヒョードル氏はもう先ほどね、しまったと思う感じがあったかもしれませんから、まあ、でもあのすごい表情が落ち着いてますよね、ヒョードルって。はい、昔名前一瞬聞いたときに、あの昔あのちょっと前ヒョードルさんって言いましたよね、この近くで、はい、あの方なのかなと思ったらよく見ましたら名前が違いまして、こういう名前がおそらく多いんでしょう。ニューロシア柔道の猛者、まあ、と言われていますこのヒョードル。この冷静な試合運び、表情というのはまた何かやってくれそうな感じがあります。ヒョードル、そしてアローナ、ボートロックと右のストレート、ボクシングうまいですね。ねえ、タックルいった、ちょっと高いか、切って切ってますね、はい、今うまい前いったらヒョードルに対してですね。そうですね、はい、タックルが強いですね、ここから押し込みが強いですね。また首か、さっきと同じか、首が離れません、離れません。今の逆立ちで普通なら切れるんでしょうね、多分離しませんでしたね。取ってますよね、これね。そうですけど、アローナの方が最後取ってますから、ここから何かこうひねるを加えて決めることはできないですか、田村さん。そうですね、ちょっと難しいですね。難しい。下半身をロックしないと首の方が決まらないと思うんで。横に流れちゃってますね、はい。動きが速いですね。野獣系ですね、まさに。ゴーゴー、ワンチャン。ブレイク、これでブレイク。第1ラウンド終了しました。なかなか力強い攻防ですね。はい、した2ラウンドにもつれ込む試合というのは今日はですね、すごい濃密な1ラウンドこなしてますね。そうですね。はい。ラウンド2。さあ、第2ラウンド5分間です。前取って前取ってヒョードルというのも何かこう順応性を感じさせます。ここです。お前今カウンター取りましたね。カウンターいいカウンターですね。そう、うまい反応は非常にいいものを持っています。あのタックル潰されるとあの厳しいですからね。あの人は密着したいでしょうからね。あ、来た潜り込んだ。足は引っかからない。投げを通した。押し込みますね。またアローナは多分取ってますね。何かこう相撲の格好のような感じになりましたが、ちゃんと首を巻き込んでます。この辺が違うところか。うまいですね。おお左、おお。ああいい。うまい。これは今紙一重かわしています。ちょっと若干の末、はい。続けばいいですね。そうですか。潰して。ポイントを取り続けますね。はいはい。ヒョードルの決めは何でしょうか。やっぱり首系なんでしょうかね。おお。パンチ前ですよね。うん。あの合わせるタイミングとかね、はい、抜群のものを持ってます。この人でもボクシングとはグローブの練習最近してると書いてありますね、プロフィールに。もともとはそのロシアとロシアの柔道とサンボのチャンピオンなんですけども、このグローブ系の練習をかなり積んでるということでありますか。ダウンされました。間合い取るのうまいですね、ヒョードル。そうですか、はい、はい。あまりこれこういうスタイルでの戦いというのは経験しているという感じではないんですが、ここまで順応してきています。うん、でも経験してると思いますね。なんでしょうね、これだけありますもんね。頭も良さそうですし、はいはいはい、このスタイルってやっぱりあの頭が良くないとできないですよね。回転が良くないと、まあね、まあ、おそらくロシアファイトにおける頭の回転の差ですけどね。ロシアアブソリュートの大会から出てるかもしれないですね。ロシアのバリズド大会ですね。はいはいはい、あ、返しますね、返しますね。立ち上がりました。立つかな、立つかな。未知なるサンビストとこう歌われています。どうだろう。お、そして明日アキレス腱だ。これで決まるか。さあ締めます。足はきつい。決まらないかもしれないですね。これ決まってないか。あ、決まってるんですけど、結構アキレス腱で我慢できちゃうんですよね。これは決まってるかな。これひねが入ってますね。この体勢はいいですね。
外れましたね。上になりました。下になったらヒョードルですけどもね、改めてプロフィール見直しますとね、リングスロシア代表のウラジミール・パコージンさんがですね、彼は大変の努力家で吸収が早い選手なんだと超えてますね。確かにこういう吸収力というのは感じさせます。対応がよくできているという感じがありますが、グローブでのトレーニングもメキメキと実力を伸ばしているという評価を与えています。9月の後楽園ホール大会初参戦、12秒 KO 勝ち、打撃のセンスを見事にそこで見せつけました。ロシアなど一番対応してるんじゃないですかね。すみませんね、はい、幼い頃からサンボと柔道をずっと続けてきているそうです。そのバー何でもあり系フリースタイル系の試合に出ているというのはちょっと引き込みすることができませんでした。あのバランスがいいですね。何回も下から返そうとしてるんですけど、また返さないんですけどね。アローナの足がまたこういう形になりますとだんだん対応が、ここから先がスタンド、ここでプレーですか。今でもアローナこれから何かやろうとしたんじゃないですかね。十字行こうとしましたね。でもまあさしてアローナもあしょうがないかというような感じでブレイクに応じています。使い方がですね、アローナってものすごいスタミナあるんですよ。はいはい、もうとにかくスタミナとのタックルの力です。ヒョードルが顔面、はい、ガード下がってますね。ヒョードル選手、あ、そうですね、ガード下がりましたね、はい、ちょっときつそうでしたか。はい、色ですね。入るか入るか、スタミナ入りました。入りましたね。左入ったか、左入ったか、左入りました。カウンター気味に入りました。上になりました。これ分かんないですね。ねえ、これはどっちでしょうね。腹地を出しています。このあたりしっかり上になってポイントを取っておきたいところです。首絞めてるんですかこれ。いや、今は休んでないですね。休んでるじゃないですね、はい、あ、絞めてないですね。ちょっとさあ、これが決めどころだ。最後の決めどころかもしれません。強度時間30秒。これ30秒です。入ってないようです。ぐらいですね。はいはい。ゴブというとちょっと遠いですか。両足ロックできればいいんですけどね。足を動かすという感じじゃないですもんね。このまま時間を待ちますと溶けてしまいました。アクション。これ判定ちょっと難しいですね。割れそうですよね。弾液で話そうですね。これどっちに振られてもおかしくないような ね、僅差ですよね。判定を行います。延長もしポイント差がなかったらありますね。どうなるだろう。ジャッジ藤原20対20ドロー。あ、ドローが待ってました。そうでしょうね。ジャッジ西20対19。ヒカルド・アローナ、うん、アローナが取った。もう一人アローナが取れば、ジャッジ・大川20対20ドロ ドローです。延長に入ります。延長1ラウンドが付けられています。インターバルをいただきます。恐ろしいこの小柄じゃないんですけども、まあヒョードルに比べたら小さく見えます。180センチ91キロの中に無尽蔵のスタミナがあるという感じがします。さあ延長ラウンド、タッケさん、かわしました。おー、倒れません。こらえます。重たい腰です。重たい腰です。まるで横綱の受け稽古みたいです。あ、ちょっと体勢が崩れ始めています。おお、膝、はい、うまいですね。アクション。ロープをうまい具合利用してます、ね、どちらが、アローナの、ね、アローナが押し込んでる方が、はいはい、おっと、左当たったか、当たってないか、当たってないか。いいですね、応用力が効く選手ですね。倒れませんね、これ強いですね。ヒョードルは何を考えているか。ヒョードルはスタミナをなくしてきているのは間違いないようです。あまり動きません。ね、この、 ロープ際とそのアローナが、はい、その前後にロープを使って間を挟んでるじゃないですか、はい、だからロープの方にロープ際に体重を寄せることによって、はい、自分の有利な選手になるんですよね。あ、押し込むような感じですかね。なるほど、はい、さあブレイクになりました。相手が波の選手だったらヒョードル打ってましたね。おお、ロック、ラクト、そうでしょうね、かなり強いですよね。おっと、うまい、うまい、うまい、どうだ、掴んだ、掴んだ。
紙一重の攻防が続いています。入ってくるとなんと今度かわされた。タックルは切られた、切られた。カウンターが炸裂ですが、あるいはタックルかという。タックルが強そうになってきちゃいますね。そうですね。頑張れ頑張れ。おお面白いですね。タックルかカウンターパンチか。タックル入られるなるときついですが、はい、ローキック止めました。ローと左うまい。おお今度アローダが左ジャブをついた。踏み取ってますよ。上になった上になった。体重で15キロヒョードルが上回っています。それを浴びせました。おおでも小柄なアローダが起こしましたね。これアローナが、はい、パンチエレメンですよね、であの印象点を取ると逆に下になっているヒョボドルが叩いてますよ。これ腕狙いか、うん、ただアローナの性格からって一本狙ってましたよね。あ、そういう性格なんですか、はい、かなり気性激しいですからね。はい、まあ、出ないと21世紀への、ね、ブラジルの秘密兵器とか言われないですよね。まあ、急戦法伸びていくだろうと言われています。このアローナ上になってます。ブレイクですか、これブレイクしてもいいかもしれないですね。まだこのラウンドは一応ラウンドしかここでもうすでに終わってしまうんですけれども、タックルの時間はあります。あ、ここでブレイクですね。これはいいですね、このラインでね、はい、さあ勝って次のファーストコンタクトどんな当たり方、あ、カットしてるんじゃないですか。鼻のブリッジのところですね。メガネのちょうどあのレンズとレンズの間がかかるところですよね。ちょっとフェイクが甘くなってきました。しかしヘッドスリップ見事です。取れますね。その前のパンチもかわしてからですね。あ、首入ってますね。フロントチョークか。今首を取ったまま。ネックロックスリッパーか。スリーパーですね。スリーパーですね。これ入りかけてますよね。はい、入ってますね。何分ぐらい？ゴム？いや、今4分ぐらいです。あ、まだそんなもんですか。はい、この次の体勢引き込むか押し込むかで、ポジション取って首を取ったらもう決まるんですけど、ちょっと厳しいですね今ね。おお、ついてきますね。すり足についてきました。膝についてきた。にじり寄ってきました。最初のナックル粘っこさが出てきています。アローナ。これはアローナがいい体勢を作ってますね。あのアローナポジション取りはいいんですけども、じゃあこれってもないですよね、今のところ残り時間1分。印象的にはアローナがいいですかね。そうですね、あのスタンディングというのがヒョードルがいきますからね。さあもう一回スタンディング、おお、これは OK です、これは OK です、 OK なんですが、どの程度効果があるか。足をつかまれた、離れた、離れた、離れた、あえて誘い込みました。アローナこのトラップにかかっていきます。ヒョードル、あと30秒、残り時間30秒。アローナブラジリアンだけあって、そのポイントを取るのがうまそうです。ポイント計算もしたたかにしてるんではないでしょうか。ヒョードルは今チラッとなんか時計のを見たのか。アローナもさすがのアローナも下がりですかね。頑張れ頑張れ、あえてでかいですからね、やっぱりね。頑張れ、このほどついてくるとロー、ロー、ヒョードルロー、ロー行け、ロー、ヒョードルローという田村さんの声援ですが、タックルはもうちょっとスピードありません。さすがのアローナ、ラケダーとこのゴング首決めたところ、難しい、ね、難しいですね。これはどうでしょうか。ジャッジ大川10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル、はい、ヒョードル、ヒョードル、一人ヒョードル。ジャッジ藤原10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル、あ、ヒョードル勝ちました。ジャッジ西10対9、エメリア・エンコ・ヒョードル3対0です。エメリア・エンコ・ヒョードル選手の勝ちでございます。スタンドが勝敗を分けましたね。なるほどね、スタンドポイントで取ったか。アローナはなんでというような感じで両手を広げています。これはね、でもしょうがないですよね。そうですね、まあ、延長ラウンドに限って言えばそのタックル嫌いほとんど嫌いてましたし、はい、まあ、アローナやったのはポジショニングだけですからね、はいはい、ここでやっぱヒョードルがあのスタンドでまあ打撃入れてったと、でそしてタックルを切っていったというところがやっぱり評価だったんじゃないですかね、でも強い選手を見つけましたね。そうですね、この選手は強いですね、まあ、あのちょっとアローナが敗れたのはちょっと信じられない気持ちです、はい、なるほどね、熊子さんそのショックが大きいようですが、でもこれ決勝にしても持ってきてもおかしくないカードですね。確かにそうです ね、 かなり内容の濃いものを見せてくれましたが、ヒョードルでも疲れましたよ。次の戦い、高坂とミーシャが戦うんですが、これ高坂もしか上がってくならば、あるいはミーシャが上がってくならば、両選手にとってラッキーかもしれません、うん、